カザグルマカスパーダービットフリードリヒの絵画、グライフスバルトは、ドイツ連邦共和国の都市。メクレンブルクイコールフォアポンメルン州に属する。人口は、約5万4千人で、同州第五の都市である。グライフシュバルトとも表記される。ドイツロマン主義の代表的な画家である、カスパーダービットフリードリヒの出身地である。1995年より、当市の公式名は、ユニバーサタッツ。 うんと反ツアーしたとグライフスバルトとなった。また、2011年9月に、軍司祭編成が実施され、それまで軍から切り離された、軍独立市であったグライフスバルトは、新しく起立されたフォアボンメルン・グライフスバルト軍に、編入され、その軍都となった。バルト海沿岸、リック川川口に位置する、港湾都市。かつては、藩座都市として繁栄した。近隣の都市としては、 約30キロ北西にシュトラールズントが位置する。13世紀に成立した。1250年に都市特権を経て1278年にハンザ同盟に加盟した。17世紀30年戦争の結果スウェーデンに割上されたが19世紀初頭にプロイセンの支配下に入った。第二次世界大戦後東ドイツ政府の下で 原子力発電所を建設。しかし、東西ドイツ統一に伴い、安全性などの観点から発電所は閉鎖された。グライフスワルト出身のカスパーガビットフリードリヒが、この町を題材として、多くの作品を残した。また、作家のハンス・ファラダも、グライフスワルトの出身である。ありがとうございます。